はい、どうぞお願いします。はい、こんにちは。日本賢吉と憲法座談会の時間です。今日も遠藤先生をお呼びして先生はい、和尚さんでもあり、平和活動家でもあり、そして実はミュージシャンでもありました、先生の、はい、今日はあの先生の自作 の、 あの歌を聴こうということで、平和を願ってる歌です。子供たちを守ってる歌ですね。いや、まあ、はい、はい、でも、はい、じゃよろしくお願いします。あ、題名のアシェアですよ。アシェア、あ、違う、違う、あの SHARE のシェア、つまり、はい、分かち合うっていう、分かち合う、あのアースケロンのテーマソングなんで、ああ、これ世界18カ国の人たちが16の言語で入れているその CD があります。はい、はい、でもアースケラバンってちょっと説明してやってください。アースケラバンっていうのはあの、まず原爆の残り日 の、うん、あの平和の日、70年前から燃え続けている日を持って、日本を自転車で横断して、でそのまま、ヨーロッパや北米に行って、まあ、各地でチャリティーマーケットをするんですね、音楽のフェスティバルと一緒に。でそのチャリティーマーケットで出店者たちさんたちは、まあ、出店が無料なんですけど、その出店者さんたちのみんなの寄付してもらって、そのお金をいろんなあのパレスチナやバングラデシュやいろんなところにこの寄付をあの子どもたちの教育にあの使っていくって、そういうあのあれで、最終的に、まあ、エルサレムまで日を持って各地でフェスティバルやってて、そうやるです。今年もやるんですよね。今年もやるんですよね。それ今のリアクションなんですか。いや、やっぱほらなんか言っちゃった以上やんなきゃなみたいなのでずっと。あの去年は僕も参加しました。今年もあのこうちょっと余裕ができたら参加したいと思います。あ、ぜひよろしくお願いします。はい、あのでは そのアースキャラバンのテーマソング、テーマソングシェア。あ、覚えてたじゃないですか。驚いた。いや、今の説明したじゃん。空の上から見たらどこに国境があるんだい、地球の傷を感じるかい、心が痛むでしょう、子供たちが泣いている大地の至るところで、笑い顔の子供たち、他に大事なことってあるかい、幸せと自由は誰もが分かち合う、自分の個性で一つの地球が輝く、生まれついてのレイシストも人を憎む者も生まれる、魂に目覚めよう、みんな無償があるから、ゆるでそんな世界を一緒に作ろう。歌詞忘れた。人生を後にしよう、幸せと自由は誰もが分かち合う、普通の個性で一つの地球が輝く、祈りと地球の傷を癒そうよ、僕らと二人踊ろうよ、キャラバンに出よう。ありがとうございます。こういう歌です。芸達者だ。あの安藤さんに江戸さんが拍手を、拍手じゃない、拍手を、口がなんかおかしくなってたんだね。口だけじゃない、顔もおかしいって。顔だって、顔整ってるって自分で言ってたじゃない、自分の顔。あ、そう、うん、あ、整ったと思うんですけどね。どうですかね。
や本当にね、なんかね、コメディアンになっちゃったね。いや十分ですよ。なっちゃったことですよ。あ、そうですかね。真面目にね、日本国憲法で、ね、ちゃんと守っていきたいと思ったんですけどね、どうもダメですね。はい、あのね、まあ本当にあの思うんですけどね、こうやってる中、こうやってるうちにもね、あの憲法改悪の中ではね、もうどんどん進んでるんですよ。ただしね、あの立て続けの違憲法案で、今は共謀罪までね出てきてるでしょ、はい、この立て続けの違憲、特に共謀罪はどう考えてもね、憲法21条表現の自由にね違反してるんですよ。あの結社の自由まで否定してるわけですから、捕まえちゃうぞと、結社しちゃいけないぞと、ね、で要するにこうやって違憲法案を通し続けてきた政府が改憲をするっていうのはね、殺人者が殺人を罪になくして、なくすために法律を変えようって言ったと同じことですからね。今の現政権においてはね、改憲は絶対許しちゃいけない。それだけはね、皆さんに本当に、ね、声をかけてもね、叫び続けたいですね。あの日本国憲法全文をもう一度皆さん読んでみてください。日本国憲法全文は世界憲法とも呼ばれています。唯一世界中で世界平和を謳っている憲法が日本国憲法全文だけなんですね。はい、うん、まあ、あの東京でのアスケラバンでは、あのまた日本国憲法全文を朗読させてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ。で、今日は何を話します？あの、いや、さっきのその、うん、歌なんですけど。ああ、歌の話ね。はい、うん、あれ、どこで作ったかっていうと。どこ？お、2014年に、うん、あのアスカラバンの準備に中東に行ったんですよ。うん、でその時は、全然中東でアスカラバンができるっていう。あの当てなんか一つもなかったんです。でも何から始めたかっていうと、ちょうどガザ空爆中でしたから、あ、であので、バンコクからトルコ航空で、うん、あの中東に入ろうと、はい、まあ、そういうチケットで行ったんですけど、バンコクの空港で、うん、あのイスラエルのテラビブの空港にロケット弾が近くで弾着したから、あの全部全品欠航で、あの乗れませんって言ったんですよ。それで、でまあ、あの結局ずっと粘って待って、で、ね、あのあ乗れることになりましたって次の日になって、はい、あの行ったんですよ、うん、そしたら、ちょうど搭乗待ったら、やっぱりダメになりましたって、うん、それでイスラエル航空だけが、うん、飛ぶことになったんで、そっちに振り返ります。でそれで、まあ、あのたまたま訓練が入れたんですけどね。で、どうやってこうやってたかというと、とにかくイスラエルの中でも左派ってのがいて、はい、そういったパレスチナのね、あのガザ占領生活に反対してる、実際それであのデモやって捕まってる連中とかいるんですよ。そういったね、パレスチナ人に味方するイスラエル人のデモとか、そういうところをずっと回って、やりませんかやりませんかって、うん、そうやってずっと話してた。それで、あのパレスチナにも入って、うん、それでいろんな人たち総出で、最後あのベツレヘムの大きなあのフェスティバルと一緒にタイアップしてできることになったんですよね。その途中でちょうど空爆でも毎日も人が死んでる中で、あの爆撃で傷ついた子供たちが、うん、ガザの子供が東エルサレムの病院に入院してるっていう話を聞いたんですね。それで、あの見舞いに行こうと思って行ったんです。それで、まあなんかあのね、僕視圧、ちょうどあの視圧もできるから、はいはい、で、その生徒さんも2人ぐらい一緒にいたので、うん、あのなんかできることあるんじゃないかと思って行ったんですね。で、そしたら、で、あのドアに、じゃあここをどうぞって言われて、あの看護婦に、ね、もうごった返したんですよね。だから半分野戦病みたいな。それで入ったらね、子供ね、足がなかったんです。爆撃で足取られ、
それもちょっともうなんともう何にもできなかったですね。とにかくもう泣いて抱きしめて。血圧どころじゃねえよね。もうお父さん、もうそれしかできなかったですね。で、まあその時に、塩を作ったのが今の。で、まあそれが今、スキャラブのテンション。そういう話を聞いて、もう一度聞きたくなりました。じゃあエンディングでまた言ってください。まあそういう後にね、CD がありますので、後でかけていただいてっていう。ああ、そうですね。はい、世界18カ国のミュージシャンたちに、はい、演奏してもらって、それを16の言語で、それぞれのアレンジで入れてもらったんです。じゃあその、CD を、はい、今日のこの収録の後に、はい、須澤さんにエンディングとして入れてもらいましょう。はい、よろしくお願いします。はい、ではじゃあ今日は、はい、ここら辺で世界平和を願って日本国憲法を全部歌い続けます。頑張ってください。あすければ続けます。はい、はい、東京はいつ頃になります。なりますか。東京はいつ頃になります。あすからですか。はい、9月、最初の土日かな。9月8か9かそのあたりになります。また細かいこと詳しいことが分かりましたら、はい、ご連絡ください。はい。はい。お待ちします。また決まったら出てくださいね。ありがとうございます。あと法話の番組始めてくださいね。はい。じゃあ、はい。では、今日はここら辺で。さようなら。